中国農民銀行発行の50円紙幣。中国農民銀行は、かつて中華民国時代の中国及び台湾に存在した銀行。1933年に、河南、湖南、安紀、後世の4章にあった農民銀行を統合して設立。農民に資金融通を行うことで農村振興を目的としたのだが、これには、 農村部に勢力を伸ばしていた中国共産党への対抗策という側面があり、先行して4章で実施したところ成果を上げたので、全国的に展開を図ることになったわけである。その後、1935年6月4日に、国民政府によって中国農民銀行条例が制定され、翌1936年には法廷を発見できる発見銀行としての機能が加わった。 その後、国境内戦を経て中華人民共和国によって接収 ?1951 年には同様に中華民国時代から営業していた合作銀行と合併し農業合作銀行となるものの、翌1952年に中国人民銀行へ吸収合併され消滅している。なお、中華人民共和国にある 中国農業銀行は1979年に設立された新設の銀行であり、中国農民銀行とは無関係である。中国本土での事業を接収されたものの、国民政府は同行の接収を認めず、国民政府の台湾移転に伴い1949年に台北市に事務所を設立。1967年5月20日に、 台北市中山区南近安摩寺二段85号で正式に営業再開の形を取った。その後、農業関連融資のための特殊銀行として営業を継続したが、2005年11月21日に中国農民銀行条例が廃止、一般銀行に転換して2006年5月1日に合作金庫銀行と合併、消滅した。なお同行とは別に、同様に、 農業関連融資を行い、農会、魚介信用部の系統中央機関として2005年に全国農業金庫が設立されている。ありがとうございます。